はいはい、お疲れさんです。ゴレンさんです。ですね、本日はR3 の燃費がねやけに良かったなっていうのをですねちょっと流してたんですけど、それをまとめました。で、栃木の実燃費ということで、栃木を走った時の燃費をちょろちょろっと出しております。ちなみに R3MT25SV6 班はこのマップ東北道ビャーンって行って、で、ですね、これなんだっけ、あ、霧降高原か、2番霧降高原、3番もみじラインを通って帰ってくるということですね。で、東北道は120キロ区間になっておりますんで、どこからだっけまあ、どこかからなってるんですよ。で、この下2台、ブイスト2台は、このラインを走ったことがないっぽいので探したんですけどなかったんで、ですね、こっちのいろは坂ライン、まあこれも栃木なんですけど、ですね、これはですね、東北道行って北間行って、で、そうですね、もういろは坂、3番いろは坂を通って片品に抜けて4番片品まで抜けていくっていうこのライン、まあどちらもねくねくね道ありでね、似たようなライン、高速がほとんどっていうか、こっちの方が高速やや少ないですね。こっちのもみじラインの方が高速がメインで、まあ一般道は高速に比べると1割、2割ってとこですかね。そういう状況を走った感じですね。こっちはまあ高速多いですね。で、比較しておりますと。で、私の走り方なんですけど、120キロ区間はね、120キロで走ってます。大体ね。に近い速度で走っております。ので燃費にはねあまりよろしくない走り方をしておりますので厳しいんですが、 R3 に関しては実燃費 31.23km ということでかなりいい値を出してて、これを撮影した日もかなり驚いたんですね。 30km 超えてるということで、まあ、確かにですね、この3番のもみじラインが路面が濡れててゆっくり走ったっていうのはあります。2番の霧降りは、路面ウェットじゃねえやドライだったんで結構回して走って、3番はゆっくりっていう感じなんで、ちょっとね燃費には有利なあれなんですけど、それにしても30キロ超えっていうのはすごいなと思っております。で、 WMT市長は 25.4 で、 MT の方はこれMT25 と SV6 班は2021年モデルのユーロフォームのモデルなんで燃費がちょっといいんですよ。なんで MT25 の方は 27.2 なんですが、それでも、実燃費は MT25 の方が悪いということになりますね。短距離は同じなんですが、ということでね、次がね SV6 班、これ同じコースをもみじライン走って 26.35、 まあこれは6班なんで、まあまあ頑張ってる方かなというふうに思います。で、これもね同じく14リットルなんですよ。で、 368.9 実走行距離、実走行距離なんだこれあれです、タンクかける実燃費です。で、実際はこれぐらい走りますよっていう感じですね。高速道路8割、一般道2割、1割ぐらいの数字で、ので、まあ優秀だなと。で、ちなみにブイスト2班、ブイスト6班はですね、カタログ値がブイスト2班が 32.1 なんですが、実燃費は 27.11 と、ブイスト2班乗られてる方は、そんなことね、ブイスト2班もっと走れよみたいなこと言われる方もいらっしゃると思うんですけど、最初に言いました通りですね、私はですね、120キロ出せるところ120キロ出すんですよ。で、ブイスト2班で120キロ出すとこういう数値になるんですよ。なんかね、本当1万回転ギリギリで走ってるみたいな、もうレッドゾーン手前で走ってるみたいな、そんな感じになるんで、まあ27キロですな。でもタンクヨーロでかいんで問題ないんですが、で、ブイスト6班は 24.82 と、同じエンジンの SV6 班に比べると2キロぐらい悪いと、まあ、こっちユーロ5だったんで、2022年モデルのユーロ5だったんで、まあ、その分悪いのかなと、あとね、車重も重いんで、その分もちょっと悪いのかなっていう感じです。タンクは20リッターありますんで、500キロ近く走ります。ちなみにブイスト2班は17リッターで460キロ走りますね。
ウイスト2班は、100キロ、もう厳しいかな、80キロぐらいかな。私の乗ってた頃に感じた感覚によると、80、90ぐらいで延々と走り続けると、もっともっと全然いい燃費が出ます。120キロで走るとこういうことになります。27.11 っていうようになるので、はい。まあ、それはしょうがないかなという感じです。で、R3 を、本当にね、31.23 って、WMTC で 25.4 キロなんですけど、まあ、MT25 より燃費がいいと言っても、私の MT25 はユーロ4モデルなんで、絶対ね、こっちの方がいいはずなんですよ。27.2 なんで。でも、それでも負けちゃっていると。いうことですね。だからなんかね320cc とか、まあ、400cc クラスですか、この辺がね、燃費に関してはね、ベストバランスなのかなっていう感じですね。この辺の2気筒がやっぱ一番燃費もいいし、そこそこ走るしっていう、そういう感じなんですかね。本当にまあベストバランスですな。6班もうベストっちゃベストなんですけど、燃費で言うとどうしてもその辺は400には勝てないかなと。僕はの方はあれですけどね、楽しいですけどね、走ってて。あ、ちょっとね、苦情を一つ。ツーリングサポーターのウェブ版なんですよ、これ。ツーリングサポーターって基本スマホで使うんで、スマホでも使うんですけど、ウェブ版もあって、ウェブ版も使えるんですけど、まあ、使い物になんねえんですけどね。スマホで大概作って、よしよしっつって、パソコンで確認しようかなと思って、こうやって開くじゃないですか。なんかね、スマホで開いた画面と、パソコンで開いた画面が違うの。同じエンジン使ってないの。なんで、ツーリングサポーターのウェブ版はちょっと使い物なんで、この辺見えますかね、下の。この環状から下の、行きと帰りで、この環状から下、川口市通ったりとか、ね、いうのがちょっと、あって、なんかね、右ライン左ラインでね、首都高を通るラインと外環を通るラインで行きと帰りで違うっていう、まあね、使えねえな。まあ、こうやって地図を確認する、そういうの分かってて地図を確認する程度であれば使えるんですけどね。なので私の書いたね、この R3 ってユーロ5のはずでした。2022年モデルかな、ユーロ5のモデルだったんで、まあいいかな。でね、この430キロ超えてね、もう、航続距離がね、400キロ超えて、もうね、ウイスト2班とか、もうウイストシリーズにね、絡んでくるんですよ。なので、だいぶいいぞという感じですね。R3、まあ MT03 もそうなんでしょうけど、燃費はだいぶいいぞというふうに思って間違いないでしょうと。いうふうに。ちょっとね、この RC をレンタルで買った時の燃費がやけに良かったんで、まあ、今回まとめてみました。はい。で、この過去のデータをもうちょっと引っ張り出してですね。で、まあ。だってみんなね、300キロ超えてるんで問題ないんですよ。そんな大きな問題はね。もうこのルート、私がこの、モミジライン通ると、この1番、道の駅日光によって、でこの近くにガソリンスタンドがあるんで、そこでいつも入れてから山に入っていく2番3番と抜けていくという、まあ、安全策のためにやるんですけど、このそこのガソリンスタンドがね、やってなかったんですね。まだ朝早すぎて、であら弱ったわと思ったんですけど。でもね、R3 とかであれば大丈夫だろうと、 MT25 であればまあ山抜けられるだろうということで言ったら、まあ抜けられたんですけど、まあ、SV も抜けられたんですけど、多分そういう時にね、例えば何だろう、12リッターで何かありますよね。あ、10リッターの CB200R とかはきついかなっていう、ここまで来ちゃってガソリンスタンドやってないとなると山越えきついかな、かなり心配しながら走んなきゃいけないんで、山道を楽しめないかなというのがありますよね。あとあれか、 Z6RS か、 Z6RS も12リッターなんで、まあ、SV6缶と同じぐらいでしょうから、
ちょっとギリギリ足りるか足りないかっていうのが厳しくて、やはり山道を楽しめないってことになっちゃいそうですね。まあ、高速の段階で入れちゃえばいいんですけど、そもそも当てにしていたスタンドがたまたまやってなかったっていう場合が困るんですね。あ、例えばね、刀 1200cc なんですけど、あれ12リッターなんですよ。刀であれば多分この道の駅日光までね、たどり着かないです。途中の、高速道路でガソリン入れないとたどり着かないので、あんまり、あれはね、規格外なんで、あんまり気にしなくていいかなっていう、そういう気がしますね。本般ね、燃費がいい人たちはタンクが小さいとちょっと困るかな、っていう感じですね。14リッターちょうどいいんじゃないですかね。うん、あんまりバカでかくもないし、運動性に影響を及ぼすわけでもないし、まあいいんじゃないでしょうかという感じです。 R3、MT03、MT25、R25、SV同伴、この辺はいいのかな。 V ストシリーズはね、ちょっと峠をね楽しむっていう、そういうバイクじゃないんだよな。うん、はい、っていうことに最近気がつきました。遅いよって。というわけで本日はこの辺で、バイバーイ。